はい、皆さんこんにちは、足尾寺です。いつもご視聴ありがとうございます。ここは千葉県の五井駅です。五井駅は JR 東日本内房線の途中駅ですが、小湊鉄道の小湊鉄道線が乗り入れており、同線の起点駅となっています。今回はこの五井駅から小湊鉄道線で上総中野駅へ、同駅でいすみ鉄道いすみ線に乗り換えて大原駅まで房総半島を西から東へ横断してみたいと思います。まずはこの動画前半として小湊鉄道線五井上総中野間の乗車の様子をお届けします。見学は2024年5月です。よろしくお願いします。五井駅東口です。東口を出たところに小湊待合室という小湊鉄道直営のカフェがあり、駅構内を眺めながらくつろげるスポットがあります。この日の訪問は開店前の時間だったので利用することができませんでした。東口の階段を上り駅に向かいます。跨線橋を渡り JR 東日本五井駅の改札にやってきました。ここに小湊鉄道の改札はありません。有人改札の上に小湊鉄道乗り場と記されています。また小湊鉄道ご利用の方は有人改札からお入りくださいとあります。駅員さんに一声かけて入場します。すみません、小湊。はい、ありがとうございます。拉致内の跨線橋を渡りますが、ここからがどうやら小湊鉄道の範囲のようです。そして跨線橋上に小湊鉄道の切符売り場と改札があります。切符を買って改札内に入りました。階段を降りてホームに向かいます。階段を降りたところのホーム上に小湊鉄道線養老渓谷上総中野方面との案内板、ホーム全体には昭和感が漂っています。側線には里山トロッコ号の客車が留置、駅下り方に隣接して車両基地、上り列車の到着です。それでは列車に乗り込みましょう。今回使う切符は房総横断記念乗車券です。価格は2000円。この切符1枚で小湊鉄道といすみ鉄道を乗り継いで大原まで行くことができます。両者それぞれに運賃を払うと2170円となるので少しばかりお得です。ただ五井大原間を単純往復するだけなら小湊鉄道線には往復割引があるため、各社別に払う方が20円お得になります。また小湊鉄道1日フリー乗車券2000円といすみ鉄道1日フリー乗車券1200円を組み合わせて使うと800円お得になります。房総横断記念乗車券は片道利用がおすすめです。五井駅を出発します。同時に総武快速線直通の久里浜行きも出発していきました。出発してすぐに内房線と分かれ、左に90度カーブ、南東に進路を取ります。五井駅より1キロメートル程度のあたりからはもう沿線に農地が広がり、農住混在地域となっています。
次の上総村上駅です。上り列車と行き違いです。上総村上駅出発です。駅を出ると進行方向右手には田園が広がっていますが、反対側の進行方向左手には国分寺台という住宅地が広がっています。線路は国分寺台地区の南端を回り込むように走っているので、駅を設置すれば多少の利用客増が見込めそうな気がします。天有木駅です。天有木駅は当駅を終点として京成千原線を延伸する計画もあるようです。非常に古めかしい駅舎が見えます。当駅の駅舎は国登録有形文化財に登録されています。実は小湊鉄道では全線にわたって駅舎や橋梁、トンネルなどの諸施設が小湊鉄道駅舎群等という括りで文化財登録されていて、地元自治体の市原市も市の公式サイトで紹介しています。さらに千葉県により小湊鉄道とその沿線の景観として千葉文化遺産の一つにも選定されています。房総半島の地形は小高い丘陵地がスキー競技モーグルのこぶ山のように散在している地形で、これから小湊鉄道線が登っていく養老川はそのこぶ山を縫うように蛇行して流れています。馬立駅で上り列車と行き違いです。直線区間を一生懸命に走っているようでしたので、GPS を使った速度計アプリで測ってみたところ、時速 65km 程度でした。エンジン音も大きく響き、よく揺れていたので、もっと出ているかと思いましたが、後で調べてみたところ、小湊鉄道線の最高速度は時速 65km 程度でした。これはキロに撮影したものですが、自動車にどんどん追い抜かれていきます。小湊鉄道線は利用者が多いとは言えないのですが、全列車車掌さんが乗務していて、行き交ではよく車内巡回をし、停車駅では切符を回収して乗客と声を交わしています。上総牛久駅到着です。3番線に JR 東日本から導入したキハ40が止まっています。上総牛久駅は五井駅に次いで乗降客の多い駅で、この駅を境に輸送断面が大きく変わります。そのため上総牛久、上総中野間の列車本数も半減するダイヤ構成となっています。上総牛久駅を出発します。駅員さんが直立で列車を見送っています。この駅員さんは出発列車の運転士さんに列車の通行手形である通票を手渡し、この先の運行を許可した係員さんです。小湊鉄道線の保安方式は五井上総牛久間が自動閉塞式なのに対し、上総牛久里見間が標見閉塞式、里見上総中野間がスタッフ閉塞式と、上総牛久から先が非自動方式となっています。上総牛久駅からはそれまで広々とした養老川の沖積平野が狭くなり、丘陵地が近くなってきたことがうかがえます。上総鶴舞駅です。この駅は昔からドラマや CM などの映像作品のロケ地として使われてきました。そしてこの駅のみならず、小湊鉄道線全体は昔からロケ地として利用されてきました。私も子供の頃からテレビ画面を通して小湊鉄道の風景を目にしてきた記憶があります。高滝湖に架かる橋梁を渡ります。高滝駅に到着です。この駅は高滝ダムによる人造湖高滝湖に最も近い駅です。高滝湖は市原市のレジャースポットで、周辺には安産祈願で有名な高滝神社や市原湖畔美術館、高滝ダム記念館、高滝湖グランピングリゾート、象をメインとした動物園市原象の国などがあり、小湊鉄道でも上総鶴舞高滝周遊乗車券を発売し、観光にも力を入れているところです。
高滝駅上り方の高滝湖グランピングリゾートには、廃車となった小湊鉄道のキハ203がグランピング施設として利用されているのを列車内から見ることができます。里見駅到着です。中線には古い木造の貨車が留置されています。里見駅は一度防線駅となりましたが、駅違い設備が復活した駅です。里見駅を出発します。ここからは保安方式がスタッフ閉塞式になります。そのための駅員さんが出発列車を見送ります。列車はだんだんと山の中に分け入っていくように進んでいきます。乗客も10人以下となっています。板部駅に接近します。駅手前進行方向左側に世界一大きいと自称するトイレ、トイレットインネイチャーがあります。これは市原市が設置したもので、200平方メートルの広い囲いの中にポツンとガラス張りの個室トイレが置かれています。あくまでアート作品の一環というもののようです。養老渓谷駅到着です。閉塞区間の途中ですが、当駅で折り返す便も多く設定されています。この駅の駅舎はこじんまりとしていて非常に可愛らしく、さまざまな映像作品のロケ地としても使われています。次の終点上総中野駅との間で養老川水系からいすみ川水系へと分水嶺を越えます。この一区間 4.2km を列車は10分かけてゆっくり走ります。というのも2019年以降の台風や大雨災害による復旧箇所ほかの徐行区間が数箇所あるためのようです。分水嶺を越え、若干の下り勾配を下りながら上総中野駅接近です。分岐器を左方向へ、駅舎のあるホームの方へと進みます。すでに到着しているいすみ鉄道の列車を右手に見ながらの到着です。上総中野駅で小湊鉄道線の列車を降りました。一旦駅を出てみましょう。駅舎前景です。小湊鉄道線もいすみ線も車内生産方式のため、駅内は待合室のみとなっており、いわゆる駅業務はありません。それでは再び入場して、今度はいすみ鉄道いすみ線の列車に乗りたいと思います。いすみ線列車は反対側のホームが乗り場となっています。構内踏切を渡ります。小湊鉄道線の車止めです。そして振り返って乗ってきた小湊鉄道のキハ205です。そしていすみ鉄道の車両、見た目は旧国鉄キハ20系にそっくりですが、中身は2015年製の新型機動車で、いすみ300型350型の増備車です。しかし車両形式はキハ20 1303を名乗っています。では小湊鉄道五井駅で購入した房総横断記念乗車券でいすみ鉄道いすみ線に乗車します。
今回は房総半島横断旅ということで、前半の小湊鉄道線五井上総中野間の乗車の様子をご紹介しました。房総半島特有の低いコブ状の丘陵の間を縫うようにのんびり走る昭和感漂うどこか懐かしい1時間強の乗車でした。この動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。後半いすみ鉄道編もぜひご覧ください。